師傅教导。三十四课是专练臂力的，拳、掌、刀、剑。换两桶水上斜坡，倒落储水池流落去，等水长。主持，走啊！你走啊，走去三十三房。香港科学武術学院の総教員、真鍋学山でございます。よろしくどうぞお願い申し上げます。今回の企画はですね、松陰寺三十六房、まあ有名な映画ですな。こちらの方で、行われておる修行し、まあ、この36房35房からずっと上がっていって、最後は天本で免許改善ということになるわけですが、この1時間半の映画の中で、何分か行われているこの修行シーンについて、この貢献の経験者からして見て、どうであるかというようなことを説明していこうということでございます。一応見ていただいた後でですね、私じゃあじゃあ言わせていただきますので、よろしくどうぞお願い申し上げます。千年響き、これ日本語で言うとこんなことがありますな。チェンラインペイレ、まあ監督で言うとこんな感じになるんですけどね、まあとりあえず腕の力を鍛えましょうというのがあるんですね。で両方に桶を持って水平に腕を立てて、洗濯場の上まで持っていて水をバシャッ、ね、膝現象という方法がございます。その中で腕を平行に出す、まあ、あの中国で行われているような、あ、一般的な気候の中でやる膝現象というのはちょっと腕をピュッと出して終わりですけども、カンフーでやるにはこれをしばらくこう、鉄管をですね、腕に何本か入れまして、カンフーリングですね、入れまして、重みをつけまして、4つつければ2キロというようなことになるんですが、それをつけまして長時間しばらくですね、何分かいて、腕力をつけるというようなことがあるんですが、まあ大体そんな感じでこう腕を平行にしておって、そこで、重みを負荷をかけて肩の力をつけるっていう練習方法は、あ、昔からあるんですね。ということで、ああいうふうな洗濯場のね、桶持って洗濯場の水を汲むというようなシーンになっとるんだと思います。まあいわゆる昔からある肩の力をつけるという意味合いでやる練習にとするならば、あ、合理的であろうかと思います。ああいう練習は実際あるんですね。腕を平行にしていてそこに負荷をかけるというような練習はやります。うん、まあ最初だいぶね、三徳和尚さんも苦労してますが、ラウガーパイがやってますね。
この人がやってる役でやってますが、最初だいぶ苦労してますが、あの最初苦労してるあのやり方では絶対ダメでございます。 あのやり方ちゃんと覚えないと あの形にはなりませんわ。あのままやってたんだではいつまでたってもあのうまいこといかないと思います。やり方っていうのはあるんですね、やり方通りやっていただいたらできるんですけど、ちょっと難しいです、ちょっと難しいです。まあ慣れていただけば大丈夫できますけどね。その代わりちょっと難しいです。まあ簡単にできるっていうふうにみんな思いがちですが、簡単にはできません、ある程度の慣れと習熟っていうのは必ず必要になってきます。それで要請される期待されるものがあるわけです。そこをちゃんと鍛えていただければああいう感じでできるようになっていくと思いますが、まあ、結局三徳さんも、お坊さんの三徳さんもですね、ちゃんと合格して、教練の和尚さんから合格33本行きなさいなんて言われて、めでたしめでたしということなんですが、まああと残りのね33本から上も後に紹介させていただきますので、よろしくどうぞお願い申し上げます。ありがとうございました。あ、それと高評価チャンネル登録よろしくどうぞお願い申し上げます。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。